あの俺の放送でね、過去に母親探してくださいみたいな相談をしてる方にいたまあこの方なんですけど、これ,これが2年前なんですよね。うん、で、はい、母親を探してほしいってことですね。そうですね、母が失踪しまして、はい、でそちらの捜索を、まあ、のちょっといろんなところにご協力を仰いで、はい、っていった状況ではあるんですね。いつ頃から失踪されたんですか、えー、6月のの、えー、今年の はい。はい、今年の6月末になりまして、気づけていきますと、6月の27日を境に、えー、おそらく失踪したと、あの、見ておりまして。はい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 。えー、まあ、これ、放送で、えー、まあ、母親を探した結果、これね、奇跡が起きたんだけど、なんと、知り合いの女性、この母親の知り合いの女性から、えー、リークが来て、えー、うぐいすだにかな確か。まあ、東京の、とある風俗で働いてると。 母親が。で、在籍のページもあって、えー、本人に見せたら、まあ、母親であると。で、そっから、あの、風俗店とかに連絡したりとかして、まあ、ちょっと進展があったんですよ。まあ、なんだけど、もう、これ以上、捜索するのはやめるみたいになったのね。本人から連絡があって。で、なんでやめるんだろうと思って。うん。せっかく見つかったのにね。なんでやめるんやろうなと思ったら、昨日、昨日かな。えー、なんと、っで見つかったそうです。母親が。 でしかも、これ、の見つかり方がえぐくて、コンクリート詰めされてたんだって、コンクリート詰めされて、暴力団の妻の所有している土地に、まあ、マンションがあるんだけど、マンションの土地に、を隠してたんだって、ずっと。で、それが見つかったんだって。そう、それが。警視庁は昨日の捜索で 母ちゃんでこれでなんか俺の名前がめっちゃニュースに上がってる今日午前分でも俺ヤフーニュースとかで取り上げられた初めてかもしれん賞賛されてんのうんなんかその警察が動かん事件をこれこれがなんかちょっと進展させたみたいなによちょっと賞賛だったた。しれなこれエグいよね遺体は

女性は2021年6月に仕事で上京したのち、ここで勤務先に荷物を置いたまま財布や携帯などを持って失踪したとみられ、まあ、警視庁は7月に家族から行方不明と知らされた。何があったのか知らんけど。女性は2021年6月月に。ちなみにちょっとね、これ怖いのが、はい、あのこのツイッターのまあ俺にあの相談してきた人これ。息子さん。連絡取れないんだよね今。うん。 ちょっと怖くない連絡取れないのよ。で、あの、2週間前ぐらいには連絡が取れてた、実は。俺ね、ちょこちょこ連絡取ってんの、こういう系って。まあ、普通にね、今ちょっとメンタルがあれなのかもしれんけど、でもニュースになるよりも前にもう知ってるからね、息子さんは。2週間ぐらい前から知ってるんだよ、もうそもそも。母親があの見つかったことに関しては。こうな、こうなってるというか。そう。ただ俺は内容は聞いてなかったから、とりあえずお母さんが見つかりました、みたいな。 そうは連絡が来ててで俺は良かったねみたいな返事しちゃったんだけどまあこういう結果だったっていうねな俺は詳しくは聞いてなかったからマジで埼玉県のホテルで40代の男に会った後失踪したことも新たに分かりました40代の男は別の事件で北海道のあばしり検事に服役しているということです、ね、とゴリゴリの反射が関わっとるからな警視庁は身元の確認を急ぐとと,ともに この男ら複数人が事件に関わった疑いがあるとみて、慎重に調べていますうん、うん、まあ、しょうがないね、でもこれはね、もう、どうにもならんからないや。俺も気をつけないといけないこの母親探しにちょっと手伝って、ね、反社に喧嘩実は売ってる形になってたとしたらさ、いやマジで俺もちょっと怖いな、本当に。 高いやろだってコンクリートに詰めるような連中。何でもう日本語通じないでしょ、そんなの。普 <laughs> 通に。本気出されたら終わるでしょ。